あの関山明日香さんからは、うんうん、今年最初の番組が流れなかったことに対するお便りの中でこんな BCL 川柳をご披露くださいましたよ。グアムから届くキャリアは波の音。うまいですね。座布団100枚。100枚どうやって座るの。関山さんからはこんなお便りいただいております。谷さん、チャッキーさんもお正月から冷や汗者だったことでしょう。いや、毎週そんな心配をしながら30分間無事に放送されることを見守っていらっしゃるのでしょうねと、我々を気遣ってくださる大変ありがたいお言葉もお寄せくださいました。関山さん、どうもありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いします。チャットの皆さんにもくれぐれもよろしくお伝えください。BCL ラジオ友達の皆さんからは幾度音にどんまいと応援メッセージを頂戴しております。メールをお寄せくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。